ちびチャンネル。はい、どうも、ちびかなです。どうも、かずまさです。今日も、わしがたけの映像になります。はい、好評のね、若手を特集するっていうシリーズですね、今日も。はい。ということで、今日もイケてるライダーですね。今日かっこいいね。乗れてる板。スペシャルゲスト、お呼びしました。大村ゆうきくんです。大村ゆうきくん。これが噂のチャンネル。そう、噂のちびチャンネルです。二重撮り。いやー、イケてるライダーですよね。めっちゃ乗れてるもんね。全然でしょ。乗れまくってるやん。いやめっちゃ練習しました。練習しました。練習。大村ゆうきくんといえば面白いトリックをするのが特徴かなって思うんだけど、なんか人と違うことをよくやってるイメージがある。あ、まあ、考えてますね。目立ちたいから。目立ちたいから。楽しい。楽しい。あれどこのライダーなんですか？プガモリスポでロームとスミス使ってます。がっつりねあのパークやってる子なんだけど、はい、板がねなんとパウダーボードですよ。パウダーボード。いや、これで板飛んじゃうから。はい。今何歳ですか？22歳です。大学生？もう卒業します。学生で茅ヶ岳のウッドパークスクールで先生してます。村ゆき先生ですか？はい。いくらかかるんですか？安いですよ。安いの？パークしてないでしょ。ぜひね、パークやりたい人はね超うまいからね、これ見て殺到するかもしれない。あ、嬉しいですね。大村先生がいいです。もうパウダーボード持ってきました。普段教えるときはちゃんとしたボードで。あ、そうなの。普段教えるときはちゃんとしたボードで。こういうときはスタイル意識して。いや、楽しいから。あ、楽しいから。滑りを何本かしていきましょうか。はい、お願いします。
終わりました。終わりました。ありがとうございます。正しくなってありがとうございます。取れ高やばかったっす。楽しかった。どこ行くんだろうって感じだった。もう追い乗りがすごい難しかったわ。ジャンプもすごいけど、板の乗れ具合がすごい。カービングが。ヒールのビッグターンすごかった。かっこよかった。あれやばいね。他はね、すごいんですけど。ダブルフロントフリップで。一発でちょっと行き切ったでしょ。マントミス2つ目で決めちゃうところがすごいわ。いや、焦ったね。あれは焦るよね。パウダーボードでそこまでやるの。すごいわ。ロームですね。はい、さっきも見てたけど、ロームのパウダーボード。ロームのパウダーボード乗れば、あそこまでできるってこと？できますね。今以上に楽しくなると思う。スノーボードが。やっぱ全然違うの、この普通の。全然違うんだ。スイッチもこれでやっちゃうわけじゃん。スイッチもオーリー隠れるのがすごいよね。すごいわ。感動した。よろしくお願いいたします。でね、いろんな若手がいるんですよ。まだまだまだ22だから将来どうなるんだって感じだよね。僕はね、若手がいるんですよ。いっぱい取ってください。で、ね、どんどん取って、タイガに続き、シューザプロに続き、ソタツキ君。でも若手は若手でちょっと種類が違うから、2階でガンガン回してる子もいれば、タイラーしてやってる人もいるし、かっこいい子をね、応援してあげてくださいね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ゆうきくんの滑り超かっこいいと思った方、高評価、コメント、チャンネル登録などお願いします。また次の動画も見てください。ピースアップ。